また空港着いて、空港泊して、これからね、街中に行こうと思います。あのバスは飛ぶんで、はい、乗って移動していけたらいいかなと思ってます。はい、というわけでね、リディアウ駅にね、到着しましたね。で、今回はですね、まあ、ここで、まあ、1日行って、まあ、翌日、ケベックの方に行く予定です。まあ、今ね、朝なんですけど、なんか全然寒くないですね。涼しいというか、すごく適温で、まあ、朝なんですよ。朝でこれだから、昼間とかちょっとポカポカ陽気なんじゃないですかね。バンクーバーとかめちゃくちゃ寒かったんですけど、多分これは今の時期だけで、真冬とかになるとこっちの方のが寒くなると思うんですよね。うん、まだね、着いたばっかりなんですけども、まあ、ゆっくりしていきます。そうですね、ではないんで、まあ、朝の8時半ぐらいのオターなんですけども、まあ、ちょっとね、もうちょっと早い時間雨降ってたんですけど、今はちょっとやみましたね。まあ、この街は一応首都なんですよ、カナダので、観光地が1箇所にギュッてまとまってるんで、まあ、さーっと回ってね、はい、ちょっとぐるって回っちゃおうかなって感じです。まあ、ショッピングモールみたいなのもあるみたいなんで、まあ、時間も潰れそうですし、うん、ね、なんかそう、あんまここ観光で来るってイメージないんですけどもね、まあ、一応首都で、今回ね、フライトはここ安かったんでね、ここ取ったんですけども、でこの川も結構ね、紅葉は綺麗ですね。まあ、ちょっとね、散り始めちゃってますけど、で、向こうのにね、なんかお城みたいにありますね。すごいですね。まあ、オーストラリアとニュージーランドに行った時は、ああいう感じのお城みたいなのなかったんで、すごい新鮮な気持ちですね。今回これからまあ、西行ってんですかね、東か、モントリオとかケベックとかね、まあ、トロントの方にもああいうお城みたいなのあるみたいなんですけども、まあ、うまくとね、撮影できたらいいかなと思います。はい、というわけでね、こういうところもあったんですけども、これはですね、消防のなんかモニュメントみたいですね。いやカナダね、結構なんか鉄筋のビルみたいのが多いですね。なんかこれは雪国だからっていうのもあるんですかね。ちょっと作りみたいのがね、結構堅牢な感じっていうか、うん、で旗とかもね、なんかいろいろ変わったのありますけどもね、うん、結構なかなかすごいなと思いますね。あっちにもなんか大きいね、カテドラみたいのありますし、まあ、そこ通っていく感じですね、はい、まずね。こちらの公園もですね、はい、もう結構色づいてきましたね。うん、で、今朝はですね、まあ、寒くないですね、全然ね。うん、なんかバンクーバー行った時すごい寒かったんですけども、はい、問題ないです。あと、あれですね、日本人ほとんどいないっていうか、まあ、まだ一度見てないですね。バンクーバーは本当にいっぱいいたんですけども、うん。まあ、オタはなんか首都の割には、ちょっと人名っていうか、まあ、これはあれですね、オーストラリアのキャンベラみたいな感じですけどね。キャンベラはね、もうちょっとね、郊外の方なんで、ここはでも普通に街ですね。うん、そこそこ人もいる感じだし、はい、あそこにね、リスがいます。あそことあそこに2匹いますけども。いやー、かわいいなー。まあ、ちょっとね、このアクションカウンターだと分かりにくいと思うんですけども、うん、真っ黒ですもん、川だね。うん、見たことないですね、こういうリスいるってね。すごいな。まあちらにね、建物があって、こちらは大聖堂みたいなのがあって、向こうにもあるんですよ。もうね、すごいですね。結構ディティールが、うん、細かいっていうか、こういうのオーストラリアとかにはなかったし、あれとかすごいですね、ビッグベン並みの大きさかな、うん、なかなか、まあ、オタはね、首都だけど、あるんだな、こういうな。なんか、向こうの方にもね、大きい建物ありますし、すごいな、うん。なんかね、オタは思ってた以上に見どころいっぱいです。はい、で、こちらもね、なかなか、はい。で、向こうの建物なんですけども、工事してますね。だから中入れないですね、物理的にね、うん。で、この前のところが芝生でね、こういうふうに丁寧に整えられてるって感じなんですけども。いやすごいな。そう。で、あそこになんかですね、火が。まあ、あれはね、オーストラリアにもありましたね。あれ火がバーって出るやつで。まあ、だから、まあ、軍事系のっていうんですかね。うん、ずっと火を。灯さないよう、絶やさないようにするっていうかね、そういうやつだと思うんですけども。では、不思議なんですけども、なんで液体で炎出てるかと思うと、多分これ原油か何かだと思うんですよね。真ん中に火がずっと出てるのに、ね、水が普通止まっちゃうじゃないですか。いや、なんか不思議だな。こういう感じなのはね、見たことないですね。でもなんか石油臭くはないですね。あっちにはグース。グースいますね。もう国鳥なんで。うん。まあ、カナダグースってね、服で有名なんですけどもね。うん。いや
ぱ今日ねちょっと曇ってはいるんですけど、で向こうのも晴れてますね。うん、まあこの場合気温ね、あのいる間はねあんま下がらないでほしいんですけどもね。うん、いやー、お、あそことかもいいですね。なんかね建物がね派手ですね、カナダね。なんかヨーロッパと本当に遜色ないぐらい、うん、すごいと思う。なんかオセアニアの方はこういう建物はね正直あんまりないんで、うん、カナダはねそのヨーロッパのね国々と遜色ないっていうか、むしろ上回ってるぐらいのところも結構あるから、うん、これ城壁とかねこういう建物が好きな人はハマるんじゃないでしょうか。まあ個人的にはそう思います。なんかねさっき向こうの方が通ろうと思ったけど、なんか警察の方がね、まあ、こう 通らないでって言ってきたんで、あら引き返してますけども、うん、建物のね保存状態がすごくいいんですよ。あのヨーロッパとか行ったことある人は分かると思うんですけど、結構ね、うん、なんかボロかったりね、そう年季が入ってるんですけども、うん、カナダはなかなかちゃんと手入れされてるかなって印象で、まあでも結構ねイギリスの雰囲気に近い感じですね。うん、まあでも大体ここにこの周辺でね観光スポット集まっちゃってはいるんですけども、まあ、もうちょっとね他にもいろいろ探したらいいかなって感じです。ここなんか川をねせき止めてるプレートみたいなのがあって、あれはだから大きい川があって、そこからなんか水を引いたりとかするんですよね。でこっちの建物もなかなかね、でなんかあそこにちょっと今パレードみたいなのあってて、パレードってかなんかなんだろうな、ちょっとそういう軍事的なイベントみたいなのあったんでちょっと撮影できなかったんですけども、うん、いやなかなかねすごいですね。オタはね思ってた以上にあの来る感じあると思います。なかなかにねあの大きい建物があって見応えがあります。こちらの通りにねウィリアムストリートって書いてあったんですけども、なんかね見た感じアイリッシュな雰囲気しますね。うん、でこれなんかあのハロウィンのねかぼちゃが、はい、乗ってますけども、いやあなんかアジアンチックなのも結構雑貨屋さんとかねお土産屋さんがあるのかな。ただこれ風が結構吹いてるから今日はちょっと大変そうですね。でも片付けてんのかな、うん、いやでも晴れてきたんでね、うん、まあ今日はねもうこれから雨は降らないと思うんですけども、うん、でも風止んでくれた方がいいかなと。もちろん紅葉も美しいですよ。いやいいですね、この一帯も。まあこういうふうにイチョウとかねメープルとか囲まれてすごくいいです。まだねあのちょうど 見頃ではあるんですけど、まだねあの葉っぱが落ちるって感じじゃないんでね、多分11月中ぐらいまでは余裕で見えるかなと思います。